CS ファーストステージ、阪神3の 10DNA、第2戦、13日、甲子園、阪神、大山祐介内野手、29、が今年4月に初取得した国内フリーエージェント、FA、県の講師を実行することが13日、分かった。今季は不調による2軍再調整も経験しながら、シーズン終盤は再び4番に返り咲いた。 ボンダでも全力疾走を貫くなど、姿勢の面でもチームに与える影響力が大きい手法。仮に行使すれば複数球団による争奪戦となる可能性が高く、球団は全力で異流に努める。写真、涙を見せる大山、終戦後、4番大山は全責任を背負い込むように同じ言葉を繰り返した。悔しいです。それだけです。悔しいです。悔しいしかないです。 レギュラーシーズンを2位で終え、最後は CS ファーストステージで DNA に2連敗。厳しい表情のまま甲子園を後にした。昨季は不動の4番としてチームを18年ぶりのリーグ優勝、38年ぶりの日本一達成に導いた。一方で今季は下半身のコンディション不良も影響し、開幕直後から不振が長引いた。打率が1割台に突入していた6月4日楽天戦。 甲子園、2は連続試合出場が227でストップ。翌5日からは約2週間の2軍再調整も経験した。不振による2軍降格は6年ぶりの屈辱だった。それでも同月下旬に1軍復帰後は復調。5番起用を経てシーズン終盤には4番復帰し、最終的にはチームトップ、リーグ2位の得点圏打率3割5分4厘の勝負強さで打線を支えた。 14本塁打、68打点は共にチーム3番目の数字だ。巧みなハンドリングで知られ、昨季ゴールデングラブ賞を獲得した一塁守備でも貢献度は高い。常に全力疾走を怠らない姿勢でもチームへの影響力は大きい。近日中に誕生する藤川球児新監督のもとでも絶対に欠かせない存在に違いない。4月20日に初めて国内 FA 権を取得。 その際は講師について、今は目の前の試合をしっかり全力でやるだけと話すにとどめていた。今後はまず FA 権講師の有無について検討するとみられる。8年間過ごしたタイガースへの愛着は人一,一倍強い。一方で一野球人として、他球団の評価を聞いてみたい欲求もゼロではないだろう。仮に権利を行使すれば、複数球団による争奪戦も予想される。 球団は全力で遺留に努める方針だ。